SK48 チーム E の深井願いです。よろしくお願いします。目尻 の、 あのほくろがチャームポイントなんですけど、本当はあの私のお姉ちゃん、6個離れてるお姉ちゃんとほくろの位置がちゃんと真反対にあるんですよ。だからチャームポイントです。特技はですね、じゃじゃーん、フラフープです。あのフラフープは新体操を幼稚園の時に習ってた時に使ってたやつですね。こうやってずっと30分ぐらい回しながら携帯を見たり、あとは、携帯見たり音楽聴いたりしてくびれを作ったりダイエットをしたり体型維持をするために使ったりしてます。多分1時間回せって言われたら1時間回せると思います。ご飯食べながらでも多分できると思います。お行儀悪いのでやったことないですけど。はい、私は本当はかっこいいとか綺麗っていう担当になりたいんですけど、多分新妻担当になると思います。新妻担当って言ったら、まあ新しく結婚した妻みたいな、嫁みたいなところになりそうだなと思います。私今17歳で1月16日で18歳になるんですけど、18歳とか実年齢より上に見られることがあるので、新妻担当に結果的にはなってしまうのかなって思います。直感的に水野愛理さんかなって思います。理由は直感です。私の理想のアイドル像はずっとニコニコしてて、どんなコンセプトでもなんかこなせる人が私の理想のアイドル像ですね。例えばかっこいいもの、セクシーなもの、かわいいもの、そういうものをちゃんと全てこなせるのがアイドルなんじゃないかなって思います。はい。満面の笑みで笑うことが少ないんですけど、今満面の笑みで笑っていました。3本ありますね。じゃあこれいきます。え、もう一回やっていいですか。あのもっと可愛くやりたいんですけど、あのこの前一回お仕事でビリビリペンを使わせていただいたことがあって、ちょっと体勢がついてるんですけど、びっくりするものはびっくりしましたね。どんなんだろう。3本あるんですけど、全部威力違うのか。あ、痛い、痛い。あれ？あ、わかりました。真ん中が一番強かったです。何の紹介をしてるんでしょうね。どうだったでしょうか。皆さんぜひティーンズユニット、投票してくださると嬉しいです。深井願いです。